エアプレイは iTunes や iPhone、iPod Touch、iPad で再生している音楽や動画、画像を家庭内のネットワークを経由して他の機器でストリーミング再生する機能である。もともとは iTunes の音源を m a c Express 経由でオーディオ機器に接続してストリーミング再生する Q、Atons に由来する。Apple の iTunes10 に初めて搭載された。 エアプレイシンボル iTunes に登録された音楽データの無線伝送によるストリーミング再生に対応していたエトンズを動画データや画像データのストリーミング再生にも対応するために2010年に第二世代アップル TV の発表にて大幅に刷新されたものである。そのため旧エトンズとの介護関係を持っているのが特徴でありエマックエクスプレス経由での音楽の ストリーミング再生にも引き続き対応している。再生には送信側と受信側双方の機種で AirPlay に対応しなければならない。旧、エトンズは Apple のみの独自企画という意味合いが強く、仕様も公開されていないが AirPlay では他社のメーカーにも門戸を開いており、主にアンプやネットワークオーディオプレイヤーを中心に AirPlay 対応を謳った製品が登場している。 2010年の発表当初の参入メーカーは、デノン、マランツ、B&W、JBL、イホメであったが、2011年にはパイオニアがエントリーモデルの AV アンプに機種、および DVD ビデオ再生機能付き、パーソナルオーディオシステムに、エアプレイを採用したのを皮切りに参入した。2017年、WWDC2017 において、エアプレイ2が発表された。 MacOS 10.13, iOS 11, TVOS 11から対応する。AirPlay 2では複数のスピーカーでの音楽の同期ストリーミング再生が新たにサポートされる。AirPlay では複数の機器への伝送が可能で曲情報も同時に伝送することが可能。また iPhone、iPod Touch、iPad と AirPlay 対応オーディオ機器、または アップル TV とワイヤレス接続することも可能なため、このような条件での接続であれば、PC の電源を立ち上げる必要がないのも大きな特徴と言える。iTunes でサポートされている隠しコーデックに対応している。q e t o n s では音楽フォーマットのみの対応であったが、AirPlay では画像フォーマットと映像フォーマットが新たに追加されている。圧縮。 無圧縮問わず隠しフォーマットに対応しているため、クイックタイムフォーマット、またはカフェを変換されてからネットワークを介して、受信側の機器へ配信され、受信側の機器にて、デコードされて出力される仕組みになっている。コンテナだけを変えて伝送するので、無線による伝送においてもロスが少ないのが特徴である。エアプレイでは、従来からのストリーミング再生に加えて、エアプレイミラーリングと、 エアプレイデュアルスクリーンをサポートしている。ミラーリングとデュアルスクリーンについては対応機器が必要である。基本的に無線による伝送方式であるが、Mac または Windows PC との有線 LAN 接続に限り、本体速度 AMac Express ないし Apple TV との同時出力に対応している。有線 LAN 接続での同時出力時に AMac。 エクスプレスないし Apple TV 側から出力しない場合は各機器のクロックを同期させるためにコンテンツの再生時にほんの少しだけ遅延が発生する。また無線 LAN 接続、LAN 接続問わずコアオーディオないしクイックタイムをショートカットして出力した場合は AirPlay 機能が働かない。 音楽データのストリーミング再生については、無線による伝送では、音楽データはそのままカフにリアルタイム変換された上で伝送される。i f と WAV に限りサンプリングレート 44.1kHz の Apple l o s s l e s s に圧縮した上で、クイックタイムフォーマットないし、カフに変換されてから伝送される。ハイレゾ音源がダウンサンプリングされて伝送されるのはこのためである。 優先 n 接続による伝送では、Mac の機器セット、またはそれに準ずる仕様なので、i f ないし、WAV データの優先接続によるストリーミング再生では、Apple Rossless ススには圧縮されずに、そのまま、クイックタイムフォーマットないし、下フにリアルタイム変換された上で伝送される。画像データおよび映像フォーマットについては、クイックタイムフォーマットに一括変換された上で、伝送される。 ビットレートが、伝送能力の上限を超えた映像データの再生については圧縮して伝送する必要性から AirPlay ではサポートされていない。以下に主な機能を挙げる。AirPlay 一致など充実したネットワーク機能を搭載に AV マルチチャンネルアンプのハイコストパフォーマンスモデル3機種を新発売インテリアに合わせやすいホームシアター用スピーカーも発売。 2011年4月26日閲覧。スタイリッシュエブイミニコンポ XSMC5K パイオニア ?iPhone と iPad にパワフルな新機能を追加した iOS11 がこの秋、登場 a p p l e https、www.apple.com, HT www. jp, ニュースルーム 2017-06iOS-11 ブリングズニューフィーチャーズ 2iPhone&iPad This Hole AirPlay には、ホームキットでマルチルームオーディオストリーミングをサポート、Google Cast、Google Home と競争。TechClunch Japan 2017年6月12日、閲覧。What's New In Mac OS。2017年6月12日、閲覧。What's New In iOS。2017年6月12日、閲覧。What's New In DBOS。閲覧 2017年6月12日閲覧。Apple iTunes Airplay。2010年11月閲覧。ありがとうございます。